皆さんこんにちは、村人のゆっくり霊夢です。皆さんこんにちは、村長のゆっくり魔理沙だぜ。今日もこの飛んでいきっぱなしな惑星からの脱出を目指して頑張っていこう。 UIS のエース霊夢の活躍により価値4000シルバー相当のお宝 AI 人格コアをゲットしたわしらですが、現在徒歩にて UIS 村への帰路についているところですぞ。今回の遠征で得た成果は AI 人格コアの他にもう一つある。もう一つですか。うむ、この UIS の偉大なる村長であるところの私が不在の状況でも、残った村民たちがしっかりと村運営を続けられているか、それを見るための試験でもあったんだ。なるほど、確かに、わしという愛らしく頼りがいのある精神的支柱を欠いている状況では、UIS 村もまるで日が落ちたような静けさに包まれてしまっていることでしょうな。いや、どうやらそうでもないようだぜ。キッチンにこっそりと設置しておいた監視カメラ的なあれによれば、村に残ったメンバーはただいま絶賛パーティー中のようである。まあ、そうでなくては困るがな。帰りの道中で袖振り合った旅の主張、写真によれば、AI 人格コアはやはり宇宙船建造のための必須パーツの一つらしい。おお、ということは、わしらのリムワールド脱出に、ああ、ついに手がかかり始めたということだ。私たちがこの果てしない空に旅立った後、UIS 村の運営は残留組に任せることになるからな。わしらがいない状態でも滞りなく村運営ができなくてはダメということですな。その通り。まあ、ジャッカルとユータの二人については、ちょっと調子に乗りすぎな面も否めん。ですな。ジャッカルさんなんて、村長の脱いだレッドコートを勝手に着用していますぞ。ほんと、いい度胸しているよな。まあ、私は今は霊夢が着ていたレッドコートを着ているし、あれはジャッカルにそのままくれてやってもいいんだが。いやいや、村に帰ったらそのコートはわしに返してください。その話は置いといて。置いておくってどこにです？ジャッカルとユータのおのぼせ夫婦には、ちょっとお灸を据えてやるとしよう。なんか嫌な予感がする。ようやく到着したな。遠征は帰るまでが遠征ですからね。とももご苦労だったな。今日は仕事はほどほどにして、ゆっくりと体を休めてくれ。はい、村長。霊夢はそのマリーンアーマーを脱いで、ちゃんと倉庫に保管しておいてくれよ。それはいいんですが、村長。村長に貸していた赤コートと周辺の軍用ライフルを返してください。さて、私はあるものを村に設置していくか。いや、わしのこれがあるとないとでは、コートと銃を返し、これから先の遠征も随分と変わってくるらしいからな。もう、まあ、そう怒るな。そう思うなら返してくれればいいでしょうに。デビルストランドはもうすぐ UIS の畑で収穫できる。デビルストランド製の赤コートも、順次村民全員に行き渡らせるつもりだぜ。それでは、わしの周辺軍用ライフルは？実はな、あれについてはジャッカルにまた出しするつもりなんだ。へ、ジャッカルさんに。ですか？うむ、今、研究室と倉庫の間に制作しているこれで、ジャッカルとユータの二人には、UIS 第二次遠征に出発してもらうつもりだぜ。もう次の遠征に向かうんです。向かうんです。よし、エミー。それを仕上げたら休んでくれ。特に関心もない仕事をさせてしまってすまんな。しかし、スキルレベル7は十分に立派だ。お前を正式奴隷にしていた蛮族連中は本当に見る目がないな。村長、完成したんですか？うむ。これこそが、リムワールド界の遠征事情に革命をもたらす装置、その名も、ポッドランチャーである。ポッドランチャー。ですか。このカプセルの形状、どこかで見覚えがあるのですが。それはそうだろうな。これこそが、我らの村を全滅させた中族のカスどもも利用している、輸送ポットを遠く離れた任意の場所まで飛ばすための装置である。わしらの側から輸送ポットを飛ばせるようになるんです？うむ。まあ、まだ実験段階だがな。私たちが遠征に出ている時に、また宝の隠し場所を知らせる通知があったんだ。またですか？もしかして、ゴリラさんからです？当たりだ。AI 人格コアと同じく、ちょっと気になる物品だったんでな。ジャッカルとユータの二人には、ちょっくら試作のポットで、飛んで取って帰ってきてもらうことにしたぜ。なるほど、それでわしの軍用ライフルを。お察しの通りだ。実際に待ち伏せを処理してみて思ったが、不意の遭遇戦では狙撃銃よりも、取り回しのしやすい軍用ライフルの方が向いているだろうからな。試作品のポットで活かせるなんて、さすがに少しかわいそうなんじゃ。よく言ってくれた。栗まんじゅうよりいちごまんじゅうが好きです。なるほど、ごもっともだ。村長。だったら霊夢、お前もついて行ってやれ。ジャッカルさん、ユータさん、行ってらっしゃいですぞ。あんたはそういうやつだよ。輸送ポットを送ってワールドマップを開くと、飛翔していく物体 X と Y が視認できる。おお。で、送った輸送ポットは2つのはずなのに、1、2、3、5個のポットが見えません。見えません。さて、ジャッカルとユータが無事、現地に到着したようだな。輸送ポット事故で逃走に落ちてくる方たちはみんな怪我をしていましたが、お二人はどうやら大丈夫なようですな。うむ。これなら次回以降は私たちもポットに乗って遠征に出られそうだな。
ですな。それでは、早速お宝の調達をお二人にお願いしましょうねー。今回は前回の時とは違って、特に目立った危険はなさそうだな。一応、ポットにはペミカンの他に薬草も入れておいたぜ。まあ、なんと言ってもジャッカルさんとユータさんはラブラブカップルです。お二人に任せておけば特に問題はないでしょうなー。うむ。それじゃあ、我々はチーズバーガーでもかじりつつ吉報を待つとしよう。嫌な気配がするね。どうですか、村長。このエキゾチックシェフレイムが作りし至高のチーズバーガーの味は？うむ、間違いのないうまさである。ただ、ただ、なんです？このトマトとレタス、外してもらうわけにはいきませんかね。いきませんね。助けて村長、嫁に殺される。なんでしょう、無線にてたお二人に持たせた。無線的なあれから悲鳴と銃声が聞こえますぞ。どれ、ちょっと様子を見てみようか。ほら、早く逃げないと食べられちゃうよ。専門の鬼嫁、拷問の白熊。村長、教えてお饅頭、それは何だい。危険はなさそうって言ってませんでした？霊夢君、はい、予想っていうのはね、大抵が外れるものなんだよ。というか、リムワールドに白熊なんていたんだな。わしら温帯地方産のお饅頭ですから。普通のクマーンくらいしか見たことがなかったんですよねー。まあ、夫婦の共同作業で怪我なく処理できたようだし、たかがホワイトクマーンに襲われるくらい、昼下がりのコーヒーブレイクと何ら変わらないよな。ですな、ちょっぴりご夫婦の力関係も見えましたが、何はともあれ、これでお宝ゲットです。ふむ。これが噂に聞く、ハイテクノロジーの産物か。なんです、このヘンテコな物品たちは、左側にあるのはワノメトリック発電機、右側にある白いドライヤーのようなものは、ヒーラーシーラムである。発電機というのはなんとなく名前からイメージができますが、このヒーラーシーラムというのはどんなものなんでしょう。これはドラゴンボールで言えば劣化版のセンズやデンデだな。怪我人や病人の最も症状が重い部分を瞬時に回復させることができる。ほとんど魔法の息ですな。一回だけの使い切りだがな。ワノメトリック発電機は一切燃料不要で、文字通り無尽蔵に使える、夢の永久機関らしいぜ。これまたもう完全にわしらの技術力を超越した物品ですねー。発電量はどのくらいなんでしょうか。1000ワットだ。これは火力発電と同等だな。燃料不要で使えると考えると十分すぎますなー。この二つは入手方法が特に限られている魔法ことなきレアアイテムだ。特にヒーラーシーラムの方は、これから激しくなる襲撃への備えとして、ぜひともゲットしておきたいアイテムの一つだったからな。これで UIS の人員が仮に致命傷を負っても、ギリギリ致命傷で済んだぜー。ができるわけですね。まあ、虫の息でも生きてさえいれば治せるな、はい、これでキツネザルさんの目やジャッカルさんの古傷も治せますな。いや、あいつらの傷は他の手段で治療するぜ。ヒーラーシーラムはあくまでも緊急用のとっておきだからな。なるほど、それではジャッカルさん、ユータさん、お気をつけて UIS 村に帰ってきてくださいね。霊夢、念のために輸送ポットをもう一つ作っておいてくれ。ジャッカルに薬草を持たせるのをすっかり忘れていてな。帰りの道中でジャッカルとユータに何かあった時に、いつでも飛んでいけるようにしておきたいんだ。はい、喜んで。ああ、そうだ。あれもやっておくか。どうしたんですか、村長。また迫撃砲の試し撃ちです？いや、そうじゃないぜ。先日、また旅のトレーダーから有益な情報を入手してな。迫撃砲が必殺必中になるコツとかです。そんなもんはないぜ。迫撃砲を使って敵の襲撃を退けた後で、あらかじめ迫撃砲をリロード完了状態にセットしておく。この射撃可能までという時間をゼロにしておくわけですな。うむ。もちろん、発砲禁止にチェックを入れてからな。この状態にしておくことで、次に敵の襲撃があった時には、待ち時間なく速攻で迫撃砲での一斉砲撃が可能となるわけだ。おお、それができれば、厄介だったトンネル襲撃に対してもある程度の対応ができるようになりそうですな。うむ。トンネル掘り担当を特定した時点で、その周囲に向かって、迫撃砲弾の雨を降らしてやる。仮にトンネル掘り担当から外れても、周囲の取り巻き連中を複数人消し飛ばすことができるだろうぜ。いつもながらナイスな情報ですな。そうだな。これから先、本格的に宇宙船を建造していけば、その匂いにつられてウジ虫どもがたくさん湧いてくるだろう。武器や防具はもちろん、こういったタクティカル面でのパワーアップも実践しつつ、迫り来る脅威に対処していこう。あいあいさー。ん？村長、大変ですぞ。なんだ、ジャッカルとユータが帰ってきたのか？いえ、ジャッカルさんとユータさんが UIS 村に到着する寸前で、蛮族、赤の崖家族からのゆすりたかりに遭遇してしまったようです。それで、なんて言ってきているんだ。ユータさんが持っているコンボと手榴弾をよこせ、さもなければ殺すぞ、とのことです。レアなワノメトリック発電機やヒーラーシーラムを奪うでもなく、サイドアームとして携帯していたコンボと手榴弾がお望みとは、これだから蛮族どもには人や物の価値がわからないというんだ。いかがしましょうか、村長。渡して穏便に済ませますか？もう長い付き合いなんだから、力
かなくともわかるだろう。はい、ゆすりたかりなんぞしょしてしまいましょう。ナイフと軍用ライフルじゃ、そもそもリーチが違うんだよ、リーチが。こうやって改めて見ると、やはり軍用ライフルの射程はかなり長いですね。使いやすい武器であることは間違いないな。ただ、なんです。威力については、正直少し物足りないところだぜ。確かに、近接のゆすりたかり3つ取りにかなりの距離まで迫られてしまいましたね。うむ。生身の人間相手でこれでは、おそらくメカノイドが相手だと、軍用ライフルだけではかなりの長期戦になってしまうかもしれんな。より高威力で取り回しのしやすい武器があればいいんですがね。それらしい武器は一つ研究項目にあるにはあるんだが、製造コストがバカにならなさそうなんだよな。まあ、地道に少しずつ増強していきましょう。もともとわしら原住民、弓や槍やコンボで戦ってきたんです。銃を当たり前に持てるようになっただけでも十分な成長ですぞ。うむ。そうだな、その通りだ。まずは当初の予定通り、軍用ライフルと狙撃銃の配備。これを進めていくとしよう。あいあい。わしも手が空いた時にはスチール運びをお手伝いしますね。そんなことを言っているうちにジャッカルとユータが帰ってきたようだな。お二人とも、お帰りなさい。ご無事で何よりですぞ。ただいま。うむ、グッジョブである。ゆっくりと休んで、遠征の疲れを癒してくれ。やっぱり UIS のおまんじゅうが大好きです。それでは、UIS さんのドロップポットで飛んでいった二人が帰ってきたところで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。